モノは言いようレディオ。この番組はフリーマガジンズンダレのビジュアルを作る2人がズンダレ談義を繰り広げるラジオ番組です。このラジオは YouTube、Spotify にて毎週水曜と日曜日に配信中です。はい、んちゃんです。モリモンです。何ですかこれは。ちょっとこのそれぞれね名前を言うスタイル。そうね、どっちがモリモンでどっちがサンちゃんかはっきりさせたいね、そろそろ。いや分かっとるやろ。分かっとる。それね、それあの双子に使うやつやん。マナかカナカ、どっちがマナかカナカ、そろそろはっきりさせようぜみたいな。そうね、でも別に俺はサンちゃんって言われてても違和感ないしね。あ、まあ確かにね、うん、私がモリモンって言われててもまあそうなんかなって感じはするよね、うん、そうそう、確かに確かに。そんなね、そんなことも言いつつね、今日はね、ついに、はい、お待たせしましたと。何何、なんか満を持してるね、はい、やっとこの話ができますねと。おお、なんか満を持してる、ことなんですけど、はい、皆さんも始めてるはずだと思うんですけど。何何、エルデンリングやってますか。何何何何、それなんかラッドウィンプスの曲。ラッドウィンプスじゃない、違う違う違う。どれそれ。ありそう。いや、エルデンリングですよ。エルレガーデンか、あれ。エルレガーデンもよくわからんけども。何でしょう。いや、そうそう、やっぱね、もうサンちゃんと僕は、はい、本当になんていうんですかね、似てるようで全然似てないというか、全然割とやっぱこう生きてる世界線違うじゃないですか。うん、そうだ ね、うんうん、同じ世界界隈では生きてるかもしれないけど、うん、過ごし方とか全然違うでしょ、うん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 、まあ簡単に言うとエルデンリングというね、うん、ゲームが、あ、ゲームね、うん、出ました。おついに。な、何、任天堂さんから。任天堂じゃないですね、プレイステーション4、5、XBOX、マイクロソフトとかでできます。任天堂ではできないんですけど、ほう、フロムソフトウェアっていう、うん、まあ、なんかバンダイとかのね、うん、バンダイナムコとかから出た、ゲームなんですよね。何、じゃその界隈ではもう何、もう話題沸騰みたいな感じなの。話題沸騰、やし、うん、ね、いや多分もう死ぬほど売れてるんじゃない今。マジで。で、なんか殺し合うの。まあね、このゲームの、はい、これね、シリーズものの最新作なんですよ、うん、あー、なるほどなるほど。そう、なるほど、はいはいはい。でも、はい、かといってじゃあ過去のやってないとこれできないのかって言われたらそうじゃなくて、全くシリーズのものの全く新しいものが出たよと。なるほど。感じなんですけど、はい、ダークソウルって聞いたことない。わからない。スターウォーズ。オッケー、オッケー。じゃあセキローって聞いたことある。セキロー。はい。じゃあこれね、まあ、今回ね、多分エルデンリングってタイトルにするから、うん、多分ゲーム界隈のことを理解ある人が来てくれてると思うんですよ、うん、なるほど、はい、ね、はい、だから僕の見方多いはずなんですよ、はいはい、ダクソセキロ知らんのやってなってるからね今。もう何、驚愕。いや、もうこのサンちゃんってやつはこのゲームをなめくさっとんのかみたいな。なめてはないのは知ってるから俺はフォローしたいんですけど。なるほど。まあね、まあ、ダークソウルっていう、うん、そのすごいね、流行ったゲームが、難しくて面白いゲームが爆発的に流行って、うん、でその後セキローっていうのが出て、まあちょっと詳しく話すと難しいから、うん、でそこはもう本当ヒット作を作り倒した人が、はい、今出してる最新作がエルデンリングなんですよ。はいはいはい。で、はい、まあそのゲームの内容はちょっと置いといて、はい、宮崎秀隆さんっていう人はディレクターでね、うん、そのダックスセキロエルデンリング、うん、まあ、他にも何かあったんですけど、うん、やってて、うん、なんていうの、僕最近ね、うん、まあ、Apex とか、うん、それこそこれは聞いたことあると思うけど、うん、モンスターハンターとかね、うん、やってたんですけど、うん、もうちょっとレベル違いすぎて、うん、なんかね、ゲームとしてのワクワク感がもうほんとすごくて、うん、ちょっと一旦ゲーム素人から質問していい、うん、もう本当にゲーム素人です。あ、聞いていて。殺し合うの。あ、そうよね。殺し合わないの。ざっくり言うと、うん、まあ、エルデンリングってそのストーリーに出てくるこう、うん、リングの、あ、その名の通り名称なんですよ。はいはいはい。で、はい、なんか
なんつったらいいんだろう、なんかその世界では、うん、その世界ではそのなんかエルデンリングというリング的なものと、うん、なんかね大きな木があって、うん、その木でなんかこう、うん、まあ悪い魔物じゃないけど、うん、ゾンビじゃないけど、うん、なんかそういうやつらをこう、うん、抑えてた力があったよね、うん、でも何者かがそのエルデンリングを壊したんよ、うん、斧で、はい、それが粉々になってあら全部復活したよ。ほい。で昔もう本当にその世界が終わってしまうような、うん、その妖怪たちの大戦争みたいなのがあって、はい、でそれがいろいろあって収まってたのにまた壊してしまったものが現れたんですよ、うん、なるほど。そうでみんな生き返ったと、うん、で、うん、誰かが王になって、うん、そのまあその力をまた抑制しないといけないみたいな、うん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 、まあ世界を救うじゃないけど、うん、まあ王様になることが目的なの、うん、あそのプレイヤーはそうでまあゲームとして何するかっていうと、はいはい、まあ、確かに殺し合う、はい、うん、俺は一人で、わーって言って、うん、あの殺し合う妖怪とかをそうそうそう、うんうんうん、で妖怪も俺を殺してくる、はい、でボスとかいろいろ倒してって、はい、王になって、はい、で世界を救おうっていう感じなんですけど、うん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 、理解理解そうそうそう、うん、まあでもやっぱさ、うん、あのなんとね、まあ、このゲームがね、うん、最近のゲームってさいやほんと綺麗だな優れてるなとか言うけど、うん、あのあれなんですよね例えば、うん、ね任天堂スイッチの前に、うん Wii U があったのは分かる。うん聞いたことはある。そう、うん、で任天堂スイッチで発売してるソフトの、うん、まあ、最初の方は、うん、ほとんどはもともと Wii U しかまだこの世にない時に開発してるよね、うんうんうん、で開発段階が、うん、Wii U の時の Wii U 向けに開発してて、うん、任天堂スイッチが新しく出て、うん、でスイッチでまだ開発して発売してないソフトはできるようにしたいっつって、うん、スイッチで発売してるソフトが多いんだよ、うん、だから、うん、そのシステムのレベルが Wii U の、うん、Wii U だったら満足できる、うん、でスイッチでも満足もできる、うん、でもスイッチの力は全部発揮してないみたいなソフトがいっぱいなんですよ実は。うん、そうそうそうで、うん、それはまあプレイステーションもそうだったりするんですけど、うんうんうん、もうそう PS4 で、うん、できる多分ねマックスやってんじゃないかなっていうか、うん、エルデンリングが、うん、でオープンワールドなんよ、うん、オープンワールド分かる？なあ分からない。マリオ分かるやろ？マリオ分かる。あれ横スクロールやん。はい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 。スタートからゴールに向かってわーって走っていって、はいはいはい、まあ歩いてれば敵もいるし、はいはいはい、障害物もあれば、はい、ボスもいて、はい、コインもあってアイテムもあるみたいな、はい、それが一方通行である、はい、でオープンワールドっていうのは、はい、あのまあ、オープンフィールドかなは、その本当にどこでも歩ける。あ、たまにそのドローン的な上空からも見たりするやつ？あ、見たりするんかな。あ、なんかね、あのそれはなんかわかる。見たことある。うん、でまあこのセキロあのあこのディレクターが作ってたゲームって、うん、まあ、オープンフィールドではあったんやけど、うん、あの今までね、あの、うん、結構ゴールとなんていうのスタートとゴールがね割とこう線はあったよ、うん、でもまあある程度寄り道はできますよってい う,、うんうんうん、いう面白いゲームがあったんやけど、うん、で今回初めてそのシリーズものが、うん、もう完全オープンフィールドになって、うん、だから本当に、うん、あのどこに行けばいいかわからんというか。え、なんかざっくり地図はあるんでしょ？ざっくりあるけど、うん、地図も、探さんといかんというか。あ、そっから？そう、地図も探さないといけないの？これ、うん、あのそう、あのね没入感半端ないのも、うん、まず主人公の顔も作れから作れるんですよ。おー、自分自身にアバターにできるの？ね、年齢、はいはい、シワ、はい、あと、まあ、筋力とか体型から、そんな選べるの？本当に細かく顔とか作れて、だ僕はもうめちゃくちゃ武田鉄矢に似たキャラデザで
今やってるんやけど、なんでな、めっちゃかっこいい武田鉄矢作って、まあ、武田鉄矢さんはもう僕の中でかっこいいんですけど、すでになんでそこ武田鉄矢さんで、そうそうそうでねやってんすよ、はい、でやっぱね、あの、まあ、だけど言ったらさ、うん、まあ、ゲームの中でしゃがむ立つってあるわけやん、はい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 、ね、細かいんやっぱシステムが、はい、例えばさ敵にさ、うん、あの攻撃を食らったらさ、うん、グイダーってなるやん、うん、でもその攻撃の当たり方が弱ければ、うん、ちゃんと当たり方が弱いダメージになるというか、とかしゃがんだら、うん、しゃがんで歩いたら、うん、ちょっとあの足音も軽減されて敵に気づかれにくいとか、うん、そうちゃんとオブジェクトである、うん、草にこう隠れてたら、うん、若干隠れれたりとか、うん、あのまあ、その世界には朝も昼もあれば、うん、ね、雨も天候もある、うん、だけなんかこうで、まあ、後ろからつけば不意打ちにもなるとか、うん、なんかねもう、ね、あとなんだろうな、それって現実世界の天気とか天候とか季節はリンクしてるわけではない、リンクはしてない、あ、そうそうそう、でとりあえずこれまあまあ、あとねこのゲームの、うん、ね、よく言われてるのは死にゲーっつって、うん、死にゲーって聞いたことある、うんうん、なんか死に戻りとかわかる、生き返るの、そうそうそう、まあ、生き返ったらさ、もうゲームってやっぱ絶対さ、うん、まあ、死んでもどっかで生き返ってコンティニューはできるやん、うん、でもあのこのゲームはそれを2回連続でやっちゃうと、うん、あの失うものがちゃんとあるんよ。何？例えばゲーム、まあ、ゲームならではでさ、うん、なんかまあお金とかこう、うん、敵倒したらもらえるみたいな、うん、それがなんかルーンっていう、うん、まあ円、うん、ドル、うんうん、の中でもルーンっていうのがあって、うんうん、でそのルーンを集めるのすっごい大変なの。ああ、そうなんだ。そのゲームの世界では、うんうんうん、で例えばさ敵に倒されて死ぬやん、うん、そしたら数少ないセーブポイントで復活するんですよ、うん、でも復活すると敵も復活するっていうシステムで、うーん、倒した敵はみんな復活していくんですよ、自分が復活すると。あ、なるほど。でしかも殺された場所で、うん、あの自分の集めたルーンが、うん、必死に集めたルーンが、うん、そこで回収できるんよ、うん、そこまで行ったら、うん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 、でもそこに落ちてんだ。そう、落ちてる、ちゃんと。おー、でも一回復活して、うん、その道中で死んでしまったら、うん、もうそのルーンは消滅するん。あ、そうそう、やけん本当に死にたくないっていう、うん、本当に死にたくないっていう作り込みと、うん、そのがすごいけん、うん、死に、なんかねもう必死なんよ本当に。でちなみにこれがね、うん、発売する前に、うん、このゲームの、うん、まあ 1% ぐらいを楽しめる体験版が出たらしいんですよ。おお、 1%、 うん、おー、 10% かなそう、まあ、まあまあまあ、うん、であって、でいやいや多分 1% ぐらいだと思うよ、うん、でその体験版だけでも、うん、ゲームライターの人が、うん、このゲームは100時間あっても遊びきれないっつってて。へえ。あ、でもね、本当その通りだと思ってて、うん、まあ、僕が、まあ、YouTube で見てる人とかだと、うん、あのね、まあ、開始多分本当10分ぐらいの、うん、で出会うボスがいるんですけど、うん、そのボスにマジで10時間ぐらい苦戦してる人とかもおるん。へえ、何度もしてるんで。ちなみに、うん、同じゲームしてる友達がいるんですよね、うん、まあ、J という、はい、あ、噂のね、噂の、はいはい、J に電話してね、うん、今どこらへんっつって、うん、M はここらへんだよみたいな、うん、実は俺昨日土曜日丸一日使って、うん、朝始めて夜になってやっと倒せたっつってて、一、うん、つのボスを一、うんうん、人の敵と朝から晩までずっと戦ってたってそうなってしまうほどの
これ7日後に死ぬって分かってたら全部7日間まあ7日後に死ぬって分かったら俺やってないのこれ7日間 100% 無駄にするから刑務所に入ってる人とか一番やりたいかもね。相当いいやろうね。そりゃいいよね本当に。だってまあちょっとねっていうゲームを僕もねずっとやりたくて、はい、でもちょっとやっぱ忙しい時期に始めちゃうともう仕事に絶対一緒出ると思って。もう何やりたくてうずうずしちゃうの？めっちゃしてたよ俺は。それをやりたいっていうツイートをしようとしたけど、うん、そのツイートも我慢したぐらい。あ、うん、でもよく分からんけど。分からんやろ。依存性も高いんだ。それをやりたいっていう、うん、なんか俺はこのいろいろ終わったらエルデンリング俺やりますっていう、うん、なぜかストーリーで告知しようと思ったけどそれも我慢した。なんかいやいやいやまだ言うべきじゃない。なんで、うん、まだその時じゃないと思って。へえ。そんぐらいでちょっとやっぱやりたいゲームが久々に来たんで、うん、なんか筋力もそれってなんかすごいよね。あんまりないよね。いやすごいよ、うん、あれよちゃんと、うん、例えば ちなみにね自分と戦うボスってね、うん、あの自分のマジで5倍ぐらいでかい敵とかなの、うんうんうん、でなんか本当意味わからんでかい剣とかで戦ってくるんやけど、うん、その剣が人間サイズになってこう落ちたりするよね。倒したら、まあ、ドロップするんですよアイテムとして。うんでも人間サイズはまあ重いんよね。うんでもすぐ大泡みたいな。おちゃんと筋力育ててないと。なるほど。持てないんですよ。えゲームの中でも筋力育てることはできるの？筋トレができるじゃなくて、うん、なんかまあその筋力、うん技量、うん、知力、うん、体力、うん、あと何だろう、なんか知性とかなんかこう礼儀じゃないけど、うん、なんかもうステータスを割り振れるんですよね。へえ、自分で選べるの？自分で選べる。だからどういう人間にしていくかも選べる。へえ。で俺は今筋力に全部振りようやけど。あそれの何欲張りに全部マックスはできないんだ。できないんよ多分。あなるほど。なんか五角形みたいな感じでバランスをちゃんとしないといけないの？いやいやもう筋力ビーンだけでもいいんやけど、うん、だけどなんてでも全てがマックスにっていうのは多分できない。できるかもしれんけど多分もう本当にそれはもう何年かかるかっていう。あそうなんだ。かもしれんぐらいちょっと言い過ぎかもしれんけど。なるほどね。そうそうそう、レベルに合わせてのものしかできないんだね。そう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 、なるほど。なんかまあね、ちょっとまあそこまでここまで来たかゲームと。なるほどね、うん、本当はね PS5 でやりたいんですけど、はい、かパソコンでやりたいんやけど、はい、やっぱ多分今ゲームのグラフィックとか、うん、その光の加減とかを本当に楽しめるのって、うん、多分そのパソコンでやってる人か、うん、PS5 でやってる人とかと思うね。うーん PS4 だとね、うんマックスではないんだろうけど、うん、まあでもそれでも俺は十分楽しい。結構あのリアルな そのめっちゃリアル。ファイナルファンタジーみたいな。あはいはい、そうねそういうリアルなんやけど、うんうん、でも多分本当のリアルやね。なんか CG 再現度すごいとかじゃなくて、うん、本当にリアル。なんか本当にリアル。これ対象年齢17歳以上しかできないから。怖いね。怖いよ。だってもうでその自分の顔そっくりにさ設定してる人とかだっているわけじゃん。まあまあ、まあ、森もがたまたま武田ですよ。失礼だけど。そうそうそう。なんでな。なんでそこ武田って。今度見せるわ武田ですよ。もうそれはさエルデンリングね撮ってほしいとこだよ、ね、いやほんまね。いやちょっとあの今度あのプレイ動画撮ります。はい、ちょっと見てみたい。見てみて。どんだけリアルなのか見てみたい。うん、でじゃあ俺も実況するわ。うん、それは一回だけ。なんかインスタライブかなんか。そうね。発信してもらって。やってみます。ちょっとその凄さは確かに見たい。いやでもね、ちょっと調べてみて、エルデンリングって言ったらね、いろんな言葉が出てくると思うけど。なるほどね。そもそもね。まあ、ちょっとサンちゃん最近ほら結構いろんな角度から情報収集してるやん。うんうんうん。まあ、とりあえずなんかこうその界隈のことを、うん、見てみる見てみる。まず。うん。面白そう。おもろいと思う。うん、今やってる人も絶対いっぱいいるんよね。なるほど、ね。結構現場とかでもエルデンリングやりましたって言ったよ。まだね始めちゃダメだと思ってみたいな人も結構おるんや。そんな感じなんだ。もう僕今始めちゃったみたいな。みんな満を持してるんだ。で結構人もいるからいいと思う。トークテーマにもなってる。なるほどね。面白いね、うん、へえ面白い面白い。そうそうそう、ちょっとね久々に言いたかった。はい、まあ次来るゲームは
これエルデンリングの後に次来るゲームは、はい、ゼルダの伝説、はい、ブレスオブザワイルド続編ですね。あ、なんか前もゼルダの伝説の話してたけど、なんか続編が出るんですね。出るんで、それが出たらまた言います。おお、面白いね。はい、お願いします。ということで、はい、今回もありがとうございました。